平野啓徳のためにも頑張ってこられた皆さんに敬意を表すと同時に、本日この開催にあたって大変ご尽力をいただいた司会長さんはじめ、各国の皆さんに心より敬意を表する次第であります。こうして地域の皆さんが一堂に集まって、ご年齢にかかわらず交流をし、そして笑顔で話をしながら互いの沈黙を深めていただく、大変素晴らしい企画だというふうに思っております。いろんなところで盆踊り大会が開催をされておりますけども、ほとんどのところで多くの皆さんが、これまでになく多くの皆さんが一となって踊っておられる姿を拝見をし、やっぱり基本は地元だな、基本はこの地域にあるんだなということを改めて感じております。少子化とか高齢化とかいろいろ課題もございますけども、地域の皆さんが一体となってお互いに声を掛け合い、そして支え合えるような、そんな町づくり、皆さん方のお力で一緒に努力をしてまいりたいと思いますので、今後とも皆様方の申し上げて、お祝いの言葉に変えさせていただきます。本日は大変おめでとうございます。